サッカー選手をどこまでやりたいか、やれるだけやりたいとか、何歳までやりたいとか決まってんのか。いやもうそれもう3時間ぐらい必要なんですけど。いや長い長い。いやそれの答えは分かんないです、正直それは分かんない、うん。なんかウッチーとかのインタビューみたいなのを見たら、自分は引退して解放されたっていう気になったみたいなことを言ってたんですよ。それを聞いて、ああそういう、まあだからいろんなタイプがあるじゃないですか。自分のイメージを大事にしたいタイプの人と、セルフマネジメントの人と、サッカーを好きでカテゴリーとか関係なくて自分はサッカーしてるからずっと続けたいっていう人がいるわけじゃないですか。うん、この2つの1つのどっちのバランスに偏るかなと思うんですよ。サッカー好きなのか、サッカーは道具として、そう言い方悪いけど思ってるのかっていうのに、2つのうちどっちに偏ってるかだと思うんですよ。で僕ももう33、4ぐらいから、どこで見切りをつけようかっていうのをずっと考えながら、だからエスパーでも終わろうと思ってたし、じゃあ35歳になってエスパーで契約満了になって、そこで辞めれるかって言ったら絶対辞めれないし、サッカーを辞めた後の自分が想像できないし、やりたいこともないし、普通には働けないし、サラリーマンとして、会社のためになんてことはもう絶対できないし、フォワードだし、だからその未来が想像できないから今続けてるしって感じ。じゃあ先生、何の準備もしてないってこと？準備はしてます。引退したとしたらやることももう考えてます。だけどもう一回引退したら戻れないじゃないですか。戻れない。でそこで後悔はしたくないから、やりきろうとは思ってるけど、でもやっぱどこのカテゴリーまでやるのか、どこの年俸水準までやるのか、自分の中で棋戦を決めなきゃなとは思ってるけど、はっきりとはやっぱ言えない。コータはどう？僕は町田で引退したいんで。そう、絶対そうしてほしい。だから町田がクビって言われたら、はいって言ってクビになります。そんで引退します。それだけです。そう、分かりやすいですね。そこでサッカー引退しても、まあ、町田ゼルビアで何か他のことができればいいなって今はちょっとだけ妄想してますね。何ができるか分かんないですけど、もうここで首を切れたらはいって言えますね。ずっとやってきちゃってるしね。エンドオブレジェンドだからね。そうだよね。ミスターゼルビアだもんな、完全に。まあ僕は町田で引退したいです、それだけです。じゃああと何年やるとかも別に決めてないってことね。もう決めてないです。もう町田が、はい、終わり。全試合出てるしね、すごいね。ポーターは替え聞かないですからね。ポーターと佐野海舟は外れたら全然違うサッカーになります。もちろん翔平ももちろんそうなんですけど。地味に一番この選手替えが聞かないなっていうのは佐野海舟ですからね。マジでテンパる。翔平は？翔平まだ何も考えてない。翔平まだまだでしょ。俺は、どうだろう、37っすかね。なんだよその年、なんで何その年。俺17じゃないですか、プロになったのが。20年か。20年目の節目でやめたいなっていうのは理想ですけど、もっとできるならやりたいし、それより先られるかもしんないじゃないですか、このサッカーっていう職業は。ちょっと考えようかなとは思ってます。そのオファーもなかったらやめるしかないし、まあ理想は本当37までは絶対やりたいし、でも自分の中でやっぱ土屋さんっていうのが、この、俺の中で一番の何、理想像なんで、これを超えたいっていうのはあるんで、42とか3ぐらいまでやってたんで、そこまではやりたいなとは思うけど、多分無理だって。いやー、俺だって、俺本当すごいなと思うのが、やっぱこうだくんもそうですし、哲さんもそうですけど、38とか39とかで、よう動けるな。動ける動ける。もう全然動ける。体は動くよ。いや、それが今、変な話、自分も30の年になって31になる年なんですけど、ちょっとずつなんかこう、疲労がちょっと抜けなかったりとか、でも、こうたくんから結構話すと、35になったらまた体変わるよとか、想像つかなくて、今これを疲れたんですかって。で、それ以上にまた来るってなった時に、すげえなと思ってて。彼はね、気のせいだよ。まあ、誰は気のせい。もう怪我はもう勝てない。俺はちょっと筋肉系の人が一気に増えたから、34ぐらいから。いや、それには勝てない。
からコータとか中島勇気とかマジですごいと思う。怪我しないですもんね。いない、意味が分かんない。長くできるかどうか多分そこだと思うんだよ。若い時の積み重ねか、若い時にどんだけ高いところまで上がるか、怪我しないか、もうどっちか。で、やっぱり、絶対、年齢のある選手の稼働率ってめっちゃ大事なわけじゃないですか。実力がもちろんあるのは分かってるけど、その選手がどれだけシーズンにおいて稼働できるかっていうのをすごく、あんま失礼な年俸も提示できないし、稼働率が低いからそれだったら若い方に切り替えて将来性っていうふうには絶対なるから、そことの戦いになってくる。怪我してない、このコータとか、勇気とかは、ほんとすごい。まだまだまだできる。キジさんも結構長かったですもんね。いやいやいや、俺だってでも J3 も行ったし、JFL も行った。いやでもね、本当に最後は、怪我だよね、やっぱ。診断が2週間とか3週間って言われてんのに、全然治んなくて。それで諦めちゃった。いやだって2週間って言われて、1ヶ月経っても全然痛いんだ。いや、走れるかなと思って、走って、ボール蹴ったら、今度ボール蹴ったら痛いとか。で、治るわけじゃないですか、それでも時間経てば。そうなんだよ。やろうとしたらできるわけじゃないですか。やりたくなるよな。え、だってやめたらマジで何の刺激もないよ。いや、そこなんすよ。いや、俺今回ね、今年始まってまだそんな経ってないけど、結構激動で、僕の中で。最初始まって4試合で、人生で1回もやったことないイーグアウトを2回あって。え？だから入って、途中出場で途中交代されるんですよ。え、それは退場者が出てとかじゃなくて？あ、それで、2回目は出ました。1回目は納得できたし、2回目も、後からちょっと冷静になってみたら、あの判断はしょうがないなと思うんですけど。だけど、僕の中では、もう屈辱だったから、あの時に、その時に。屈辱だよな、屈辱だよな、それ。もうめちゃくちゃ屈辱で、態度出ちゃったし、交代の時に。うん。まあ、すぐ謝ったけど、速攻で。うん。だけど、もうその晩に、もうめっちゃ泣いて、奥さん横にいる時、もう酒かっくらって、まだやっとれんと思って。うん。で、めっちゃ愚痴って。うん。で、帰りの車でめっちゃ酔っ払いながら歌聴いて、もう号泣して。もう、だからもう、どんどん、年を重ねるごとに、我慢しなきゃいけないことが多くなりすぎて。ああ。例えば、お前は怪我するから、スタメンじゃ使わないみたいになったり。で、今、俺が調子いいのに試合出てないのって、これ自分の年齢のせいじゃないのとか、自分それを、のせいにしたり。なんか、もう、苦しい。若い時って、調子良ければすぐ使ってくれるって言ったから、試合に出れなくなったとしても、ゴリゴリ監督にアピールしたら2、3試合ですぐ戻してくれたりとかほとんどだったから、これが34、5超えたあたりから、どうもなんか扱いが変わってきたんですよね。まあ、もちろん、町田でももちろんそうだし、自分のイメージはずっとスタメンで中心で出るっていうのがイメージだから、もちろんもちろん。でもそれが自分のフォワードとしてのエゴだから、そうじゃない時はもう苦痛でしょうがないですよ、正直。生きた心地がしないんですよ。だから僕結構メンヘラだから、もうマジ死にたいと思うし、もう家族といても結構きつかったりっていう、もう心が常に平穏じゃないんですよ。常にすさんでるんですよ。もうだから疲弊してるんですよ。普通にそんな考える必要ないじゃないですか。だから引退する時っていうのは、自分の情熱を疲弊が追い抜いた時かなと思ってたんですよ。で、さっき、結局この話になったのは、刺激がなくなるっていう話されたじゃないですか。で、ここ直近の2試合でスタメンで出たんですよ。やっぱその2試合が幸せすぎて、スタメンの。ふとそのちょっと心が、に余裕が戻った時に思ったのは、あ、こんだけ泣いて、悔しくて苦しくて、こんだけもがき苦しんでるっていうことは、そんぐらいこのことに本気なんだなと思って。サッカーに対して自分は。じゃあこれ引退したってなって、これなくなったら俺何に頑張るんってめっちゃ思うんですよ。こんな泣くぐらい悔しいことがあるかって言ったら、俺、ないと思うんですよね。だから、それがキーさんが言ったこと。そう、じゃあお話戻します。じゃあマイク返します。マイク返します。だから、なんかそうやって思ってるならマジで、どこまででもやってほしい。やれるなら。やめるのはマジでいつでもできるから、って思う、本当に思っちゃう。じゃあ止めてくださいよ、キーさん。いや、分かった分かった。じゃあせめて連絡して。どうせお前らのことは連絡もせずもう引退発表してんだろ、どうせ。